クロマックス初代仕上げた株がこちらでございますということで、ゼロ戦株こちらちょっと紹介していきましょう。はい、どうもクロマックスです。ボスさんのガレージに遊びに来てみた第3弾、男だったら夢のようなガレージをね紹介させていただきつつ、ミニバイクたちも紹介していこうと思います。ラジオフライヤーあるじゃないですか、モトコンポ、はい、ムーンアイズ仕様になっております。これが半端じゃないんですよ、このモンスターモンキーバハ。カブキャットでいいですか？カブキャット、カブキャットですね。で、その頃はもうこっちのあれですもんね、ゼロ戦カブもう出来上がってて、そうですね、なんでじゃあもう一台作るぞと。作る予定はなかったんですけど、あ、そうなんですか。あまりにもボロかったんで、はいはいはい、ちょっと綺麗にしてあげようかなと思って初めから、はいはい、こんなになっちゃった。これ出来上がったのいつ頃なんですか？今年の6月ぐらいですか？そうですね、だって去年の株系のミーティングってこっちの株で言ってましたもんね。これ後ろはリム入ってるってじゃないですか。はい。どんぐらいのワイドリムなんですか？ 1.15 っていう。 1.15、 はい、15、他社の流用なんですけど、はい、あ、じゃあ他の車両用のリムを入れてる感じなんですか？株用のワイドリムキットっていうので出てたんで、それを組んだんです。あ、フェンダー内結構ギリギリ、本当にギリギリなんですよ。これ余裕はないですね。そうですよね。で、サスでちょっと落としてるんですもんね。そうですね、ちょっととかもうだいぶギリギリまで擦らないですか、みんな。なんでも思いっきり硬いサスを入れて動かないようになって動かないようにして、もうじゃあほぼリジットですね。そうですね、腰に行きますね。あれ、これで青山行ってましたよね。はい。この間青山行ってきましたよっていう動画に関しては、これもボスさんのチャンネルでアップされてるんで、じゃあほぼリジットで走ってきたんだよっていう、そういう目線で楽しんでいただけると面白いかもしれません。何キロ走りました？片道100弱です。そうですよね、往復で200キロぐらいですよね。そうです。しかも1日で行き走ですもんね、はい、1日200キロをリジットで走る根性ですよ。すぐるは嫌だ。いや、これが2代目ということで、初代仕上げた株がこちらでございますということで、ゼロ戦株こちらちょっと紹介していきましょう。こっちの方がパーツふんだんですよね。こっちはちょっと立ってますね。リアサスまずオーリンズですもん、これ。いや、でもこっちと一緒なんですよ。え、そうなんですか？で、オーリンズのステッカー貼って。そうなんですね。これと同じなんですね。これどこのなんですか？これも通販です。通販で6000円とかそんなもんでした。あ、で、これそのカラーに塗ってるんですか？いや、元からはこの色です。あー、そうなんですね。オーリンズのシール貼っただけ。こっちの方がむちゃくちゃなんか高級感。そうですね。それすごい小技ですね。ウインカーともじめでして、これ自作かなんかのステッカー、ね、キットで。あ、キットであるんですね。これかっこいいな、このウインカー。てかテールもかっこいいな、これ。なんか汎用ですね。あ、汎用でこういうのあるんですね。しかもいいですね、この無造作なリベット止めみたいな感じも。それは本物のリベット。そうですね、雰囲気出てますね、これ。これも同じように画鋲。それはあのデコシールみたいな。元はこんな感じで。そういうのがあるんですね。たまたまデコシールでこういう形のあ、こういう形のデコシールがあったんで、デコシールを貼り付けて上から塗装って感じなんですね。そうです。へえ、そんなのあるんだ。で、これがあのエアコン配管用の導管素ね。生紙導管ってやつ。はい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 。それを配線隠しに使って、でしかもシートこれ染め球で塗られてたらしいんですけど、こっち側の色で統一してたんですけど、これだんだんこっちが色あせてきてるのが余計に味が出る結果になっていて、これベープですよね。これは2号機ですね。あ、2号機ですね。これはいいな、このネタはいいな。イベントがあってこっち持ってき、はいはいはい、持っていけないときは、はいはい、こっち持ってください。ああ、そういうことですね。2号機だっていう。はい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 。本田一見工業、印刷してマスキングを染め球で塗るとこんなに綺麗に色が出ると、これそれすごいな、個人的にかなりびっくりしました。こんな綺麗にできるんですね。これ染め球1本2本ぐらいですか？1本でいけました。抜けましたね。へえ。染め球高いイメージなんで今まで手出したことないんですけど、これであればちょっと染め球やってみるのも面白いかな。こういうところにも細かいところに手がいっぱい入っている。こっちの方がリム太くないですか？これリムは一緒だったと思います。あ、そうなんですね、はい、でもなんかすげえリム太く見える、これ。これもじゃあフェンダーギリギリですね。そうですね。で、インナーすらないようにガチガチのとこね。同じサスなんですけど、こっちの方が若干高いです、うん、同じ株でもクリアランスはやっぱ違う。ああ、そうですね。そっか、これ C70 って言ってましたもんね。昭和の頃に出てた株のイメージだったんですけど、95年式なんで、もう平成ですよね。あれ違いましたっけ？平成。はい、あの計算できませんすぐ。すみません。これこっちと同じようにあれですか？それは、はい、
アルミのシートなんですよ。どうしても塗装だとこのキラッとした質感が出ないんで、アルミのシートを貼って、はい、で接着剤でサンドブラストの粉をつけて、その上から錆塗装をした、はい、アルミのシートっていうのはじゃあ薄めのペラペラな、あのキッチンとかで使うやつです。あ、はい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 、全部が鏡面じゃないですか、キャブ。これは1週間かかりましたねこれどこのキャブですか。景品の PC20 です。20、20パイですか。そうですね。本当に下回りまで全部ピカピカじゃないですかやばいですねこれ。これはこれはもうまさしく変態ですね。ハンドル周りも変わってますもんねこれ、はい、あ、で、はいはいはい、あのこれタコメーターが最新鋭ですね。はい、タコメーター、はいかっこいい。タコメーターだけなんか違うっすね。オープニングアクションが、はい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 、はい、気に入ってるんですよね。でもこう外装はそれっぽく、これボディ自体は別の。あ、そうですね、そうですね。ただ新品をやっぱりここまで塗るのは度胸がいりますねそうですね。でも同じように同じ塗装されてるんです ね、 そうですね。これも汎用品のライト、はい。で、あ、ここら辺も、あ、これ全部入っちゃってるんですね。カウル系は全部取っちゃって、カブ用のバーハンキットっていうのが出てて、はい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 、ここだけ、はい。いやもうこれが天然のサビなのかサビ塗装なのかがもうわからないぐらい綺麗に、どっちなんですかね。サビ塗装でいいですよね。全部塗装ですよね。そうですよね。なんか本当にサビ浮いてるみたいな感じになってるのがすごい。で、純正のスピードメーターここにと。カブ乗ってる人ってどこが鉄で、はい、どこが樹脂かって分かってるじゃないですか。分かってます分かってます分かってます。でイベント持っていくと、はい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 、あのみんな遠目で見てるとみんなここ触りながら首かしげてるんです鉄ってっていう。それが快感で快感でこういうところって全部筆なんですか。そうですね、色作って筆とスポンジを使い分けて、はい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 。このレックシールドだけで結構時間かかってないですか。レックシールドだけでも1週間とか。そうですよね、週間単位ですよね、一つの部品が何週間みたいな。で、この塗料が使われた塗料っていうことだったんですけど、これなんてやつなんですか。キャンディータワーさんっていうところで出してる、はいはいはい、アーミータンクグリーンっていう色なんですよね。へー。で、これをスポンジでどんどん叩いて、はい、ベースの色出して他の色混ぜてっていう感じですよね。そうですね、だからグリーンと、はいはいはい、ブラウンと、はい、あと艶消しの黒とかその辺ですよね、はいはい、を混ぜて、はい、いくつも色作って、はい、へー、すげー。で、そのさっきこっちもスポンジでっていう話をしてたんですけど、はい、全然違うっていう話じゃないですか。こっちもあの、はい、水性塗料なんで同じかなと思ってホームセンターでグレーを買ってきて、グレーの水性塗料、同じようにスポンジでやったんですけど、はい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 、ほっとくとこう綺麗になっちゃうんですよ、平らに。あー、そのこのザラザラ感が出なかったんで、もうヒートガンで温めながら、あ、もう乾く直前で叩いて乾かして叩いて乾かして、こっちの方が忙しかったですね、まで仕上げるの。で、それがちゃんとザラザラになるっていうのがこの塗料のいいとこみたいな感じなんですね。質感は本当にケバケバ感というんですかね、あのしっかり塗料が立ってるのが分かるんですけど、こっち触ると結構ツルツルしてるんですよね。全然違いますよ。全然違いますよね。そんぐらいこの塗料はそういうところ、そういうなんていうんですか、加工？エイジング塗装とかそういう洗車系のはい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 ラット感ですか。はいはい、そういうの出すのにはいいかもしれない。に向いてる塗料っていうような感じだったんですね。あ、でもこれ水性塗料なんですね。水性です。でもこれ雨の中走ってましたよね今回。はい。全然問題ないですね。問題ないですね。やっぱまあ水性塗料って言っても外で塗る水性塗料いくらでもありますからね。一応外壁用っていうんで、はいはいはい、出てたんで、あの外壁用でもこんな感じできるんだ。いや、これすごいな。これなんか貼ってるんですか。それはシールですね。弾痕と一緒なんですけど、このまま貼っとくとシール感が出ちゃうんで、はい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 、上から錆を重ねてそれっぽく仕上げたんですよね。こっちは違いますよね。こっちはもうあの塗装ですけど、塗装ですね、これとこれですね。そうですね、これ、はい、こっちは自分でも分かんないこれ塗りました。あ、塗ってるんですね、はい。いや、もう全然分かんないです。こっちから見てこういう感じとかで、こういうところちゃんと水溜まって錆びてますよみたいな、これかっこいいな。物語を作ってあげるんですよね、塗装で。こんなところ飛んだらこんな傷ができたんだろうなとか、あ、空気の流れとかそういうの全部想像しながら。例えばこれなんか、そうそうね、ビスマリンに溜まった水が垂れてサビが浮いてますよみたいな、こういう表現ですよね。すげーよ、これ塗装でもサビ
錆びてるよこの C70 っていうのは、はい、また元からあったんですか、それともこのために。これはもともとうちに置いてあったものなんですけど。そうなんですね。最初の頃は、はい、吉村とかのステッカー貼って、はい、ちょっと走り屋っぽく、はい、走り屋っぽい C70 だったんですけど、はいはい、ある日インターネットでこのラットスタイルの株を目撃してしまいまして、気がついちゃったんですね。これはとボスさんのガレージこんな感じでございますということで、いやすげえ、なんかずっとここにいたくなるようなということで、こんな感じでね、取り留めもなく、ミニバイクたちと、ガレージ紹介させていただきました。ボスさん本当にありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。どうも。去年がゼロ戦株、はい、で今年が株キャットじゃないですか、はい、来年どうするんですか。普通に飲める株が欲しいっすあのお尻が痛くならないリジットじゃない